全国の麻生財務大臣ファンの皆様、こんにちは。やっと麻生財務大臣からネタが出てきました。例のマスクの件です。マスクいつまでやんの？あ、真面目に聞いてんだよ。あんたら新聞記者だからそのぐらい知ってんだろ。マスクいつまでやんの？麻生さんらしくないっすね。ねえ麻生さん、な、気にせずに、麻生さん嫌ならマスク取ってその辺カッポすりゃいいじゃないですか。気にすることないですよ麻生さん。別に法律でマスクをしなさいって決まってるわけじゃなくて、これは要請ですからね。従うも従わないも自由なんですよ。で、麻生さんがマスクをしない姿を私はね、ぜひ見たいですね、うん、こういう時こそ自分の思う通り、めんどくせえなマスクって言うんだったら真っ先にね、空気読まずに外してくださいよ。ついでに消費税も外してくださいよ。で、そのくらいでいいんじゃないですかね。景気の木の字がどうこうとか言ってますけども、誰がこの景気を悪くしてるんですか。この日本で一番お金を握ってるの誰ですか。財務大臣でしょ。麻生さんが消費税なんかやたらめったら上げたりとかね、緊縮財政ホイホイってしたりとかね、うん、なんか GHQ の財政法とかきっちり守ってるから、これ国内虐待ですよ、うん、ドメスティック虐待ね、怖いですね。ドメスティックバイオレンスですか、まさに、うん、いやだからね、うん、麻生さんまずは叩かれることを恐れずに、もうこれ以上麻生さんの評価悪くならないんで、マスク取ってくれればいいんじゃないですかね。どうですかね、マスク勇気を持ってパリッと取って、うん、いいんじゃないですかね、うん、で、まあクラスターとか言ってね、クラスター麻生みたいな新しいあだ名がつくかもしれないですよね、うん、それが何でしたっけね、あのなんか尾身会長がなんか言ってましたね、また、うん、新しい言葉を作ってましたね。何でしたっけあれ、忘れちゃったな。尾身会長がなんか言ってたんですけどね、うん、まあなんかね、いろんな言葉生まれますね、うん、でいろいろ言いあぐねた結果、うん、まあなのかもしれないですね、麻生さんはね。あ、そういえば最近の武田総務大臣すごいですね。なんか自分であの記憶にないって言えて指示しといて、いやなんかそんなこと言ったかな、記憶にないですけど無意識に出たのかもしれないって、その無意識に言ったで済むんだったら何でもかんでもね通っちゃいますよ、ね、それこそ証言して、証人喚問呼ばれたりとかね、うん、それから参考人で呼ばれたりとかしてベラ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 喋った後に、いやなんか無意識にそんなこと喋りましたっけねとかね、あなんか霊が取り付いたのかもしれないです、ほんの本心じゃないですよとかね、いくらでも撤回できちゃうというね、これ通用するんですかね。今回通用したらそれがまたね新しい前例になって、これ使いまくられますよ、うん、なんかね森雅子法務大臣の時も撤回するで済んじゃったでしょ。なんかあれ西日本大震災の時に囚人が逃げたみたいなこと言ってね、囚人じゃない、誰だっけ、検事が逃げたとか言ってね、検事が真っ先に、なんかあれをいろいろ置いて逃げたみたいなこと言っといて、あら訂正しますとかね、なんかその訂正して済むんだったら言いたい放題じゃないかと、怒られたことだけ、いや訂正しますとかね、あれは無意識に出ちゃいましたって言いたい放題になっちゃうと思うんですけどね。麻生さんその辺切り込んでください、よろしく。